もう一本ね。生地に印をつけないまま、洋服の肩口のカーブを小気味よく正確にミシン掛けをしているのは、青森市内の洋裁教室で講師を務める安田玲子さんです。安田さんは卓越したものづくりの技能が認められ、去年の11月厚生労働省の現代の名工の一人に選ばれています。安田さんにその技を見せてもらいました。祭り縫いをしているのですが、生地は春夏物のとても薄いリネンです。生地の厚さの半分ほどまでにしか針を刺さないので、表面に糸も全然見えませんね。はい、そういう感じに祭っています。安田さんが洋裁の道を志すようになったきっかけは5年生の時。裁縫がうまいから、さあ、大きくなったら裁縫やるんですよっていうことを、今も亡き先生が言った言葉がずっと頭に残って、それだけ褒めていただいたんですよ。安田さんは古い着物を使って洋服を作ることを得意としています。こちらは黒留め袖から作られたドレスです。和服専門の古着店で出会った加賀友禅を洋服にリフォームしました。元のデザインを生かす配置を考え、柄合わせも繊細に仕立てられています。実はこのドレス、ノースリーブのワンピースとその上に羽織るケープに分かれる作りです。昔の着物を現代でも着やすい洋服に生まれ変わらせているのです。安田さんが着物を使うのには訳がありました。本物、昔のものはウール100対ウール100、シルク100だから、和服の生地はいいんですよ。さらに着る機会の少ない和服は傷みが少なく、保存状態の良いものが多いと言います。お母さんからもいただいた形見とか、これで作ってくださいっていうことなんです。もう一着ほどくと一着できるから。洋裁教室の生徒たちは、これは昔よくあった和装のコートなんですけれど。ご自身のものですか？いや、これは母のです。それをもう着物を着なくなりましたので、洋装のコートに直しているところです。お正月とかそういう時によく気に入って着てましたね。そうなんです。大切なものだったんですね。高齢になり動きやすい洋服を着ることが増えたお母さんのために、冬が来る前までに仕上げたいそうです。こちらの2人は、これは私の着物だったんですけど、ちょっともう若くなっちゃって、ちょうどこんな色具合も好きなんで、作ってみないって。この和服から洋服ということで、このチュニックを今作ろうかなと思って。こちらは安田さんの指導を受け、生徒さんが作ったもので、絹織物で有名な大島紬のセットアップスーツ、そしてこちらは紬の地で作られたコートです。昔の素材を大切に扱う安田さんの姿勢は生徒たちに受け継がれ、洋裁を通じた SDGs の輪が広がっていました。時を経た着物に現代の名工の技術で、もう一度洋服として新しい命を吹き込む安田さん。今願うことは、ボランティア感覚でもいいから教えたいっていう気持ちがあります。一人でもね、起こして自分の洋服自分で縫えるようになってくれれば願いです、それが。